今もご主人はこの辺で。そんなはまたぞ。まいったな。俺はか。手紙。あんただな。こいつに双葉の余計なことしてくれたな。わがまのことなら。吹き込んだ。まあとにかく真剣て。は。お宅の家庭状況にお嬢さんの状態。有利なものは火災に出ますか。 99.9 虐待の疑い。新そこまでするか。こちらも認知科学が精神暴走事件と関わっている可能性がある。ご参謀。では構いません。今度は人をイラつかす。なんだ。お前に。いいか。追い出された。上がった。水。双葉って子がいるの。それから。あとご主人に。しかし マスターン。ああ、どう。いや、話を整理すると私よく知らないんだ。うん、アリババ一方弱みをに。そもそもこいつ今言ったこと。どうす。会うことができれば会えないか。出ら。アリババは。ま、でも目地派手に宣言した割に開始。そうそう。いや、アリババも目地。そう、確かに。そういやさ、15すっ。ああ、怪盗団も世界デビュー。どこなら俺
寿司はガリで腹を膨らませてから食べる。今回はそんなことしなくていいから。我が輩寿司決まり。よっ、忙しそうですね、サエさん。怪盗が金城を挙げてくる。挙句の果てにちどこまでストレスた。わざわざ気分転換に強盗向けあなたが追う事件根拠全ての事件。それは私も言ったじゃないですか、正義を謳った怪盗団。本当の狙いは現時点でその話言うわけ。組織としての機動力、実行力を利用してやる。手伝ってもらっ。それはどうも。廃人化の被害者の娘を引き取ったという男から有益な情報は得られたんですか。さっぱり。そうですか。では怪盗勝つためなら手段は問わ楽しそうね。いえ、それでは。よし。よし。やべえ。こ。ねだ。自活。ところでマスターの件だけど。まだ。いや、マスターってどん。もし虐待が事実なら公正。ちょっと実はあの後気になった反応。うん、もしかしてアリババ双葉ない。
妄想し、くだらない。しかしうまいな。いやあ、やべ。か、そう、怪盗とは味が段違い、美味しい。どこもかしこも実に龍二バス終わり。マスターの話振ってごめん。新島さん、明智くん、明智、君たちはテレビ局で、もしかして知り合い。はじめまして、明智って言います。なぜを、それはというのは嘘で、実はこれメジエドがか、せついさっき、マジで英語、なんでか、ずいぶん、え、怪盗団のだ、あんな連中のファンなんて、なんなんです。ごめんね、お友達新島健二の妹にまだらめの、ひょっとして僕なんか、そうだ、今回のメジエドの騒動、だろうね。期待外れで悪か、むしろ怪盗団をプロファイリングした結果、放課後は比較的自由、そして4月頃怪盗団通報、君たちを撃つ、やっぱりその冷静さは、僕らが手を組んだら、はあ、いろいろ参考に、何、まさか、いや、さすがにそれは、実際のところバレたと言って普通にして、それより水、ああ、読むね。我々は日本の大衆にし、我々は日本を浄化する計画を進めている。 X、 これにより、マジか、続けて。だが我々は怪盗団要求が通らなければ、私たちはメジエドだって。要するに怪盗、随分だ。どうする、アリババと思う、手がかり、つーか、ここに来るまで、やっぱどうやって、アリババは、だったら双葉のキーワード、アリババふざけんな、どこにいんだよ。